デビルメイクライはカプコンが制作したプレイステーションに専用のアクションゲームである。2001年8月23日に発売。売上本数はベスト版などの再発分を除き、北米では100万本以上、日本国内では65万本、全世界で約216万本に達する。続編についてはデビルメイクライ2、デビルメイクライ3、 デビルメイクライ四を参照。2018年 E3 の MS カンファレンスにて約10年ぶりの新作デビルメイクライ5のトレーラーが公開され2019年3月8日に発売された。完全掌握の単純なストーリーでありながら細部まで作り込まれたカレーでスピーディーなアクション、格闘ゲームなどとは違い簡単な操作でコンボを繰り出せる操作性。 豊富なアルゴリズムを持つ敵キャラとの緊張感あふれる駆け引きとそこに起因する回避の妙、そして派手に敵を倒していく爽快感や硬派な難易度が人気を呼び、後にカプコンの看板タイトルとしてシリーズ化される。もともとはバイオハザード4に相当するタイトルとして開発されたもので主人公もダンテではなくトニーレッドグレーブという名前の警察官であったが、 プロデューサーである、三上信二から、それまでの概念にとらわれない新しい、バイオハザードにしてくれないか、との要請を受けたディレクターの神谷秀樹がより、アクション性を前面に押し出した、バイオハザードとして開発していく。しかしアクション演出などの面で、やりすぎたと判断したため、その後は完全なオリジナルタイトルである、デビルメイクライとして開発が進行した経緯がある。サウンド面では、 バイオハザードのサウンドデザイナー宇都美秀明がアメリカのサウンディロックス社とモンスターの音を共同制作している。また一部の操作感や音楽なども含めてバイオハザードを強く感じさせるものとなっている。2000年11月17日に制作を発表。2001年3月22日には PS2 版バイオハザードコードベロニカ完全版に特典として 本作の体験版が付属された。その後6月にゲームシステムグラフィックなどの大幅な改良追加を発表。改良後の体験版バージョン2としてスタヤでレンタルした。さらにジャンプ打ちを追加したものをバージョン3として銀座ソニービルに設置。製品版に至る。また、本作を HD 画質にリマスター及びトロフィー実績機能に対応した。 HD 移植版が2012年3月22日に PlayStation 3と Xbox 360で発売された。さらに2019年5月7日に Nintendo Switch のダウンロード専用ソフトとして移植されることが発表され、同年6月27日に配信が開始された。なお Nintendo Hard で本編がリリースされるのは初である。プレイヤーは 主人公ダンテを操り、様々な武器や重火器を使って敵を倒して進んでいく。ゲームの流れは与えられた課題や謎解きを順にクリアしていくミッション構成である。デビルメイクライはバイオハザードから路線変更された作品ではあるが、謎解き要素はバイオハザードのようなややこしさはない。これは謎解きよりもアクション性に重点を置いているためである。 このゲームの一番のポイントはいかにスタイリッシュに敵を倒していくかにある。敵との戦闘においてダンテが敵を攻撃していると、それに応じて画面右上部にスタイリッシュランクが表示される。これはダンテをいかにスタイリッシュに戦わせているかという指標となるものであり、間を置かずに連続して敵を攻撃し、ダメージを受けずに倒すことでランクも上がっていく。ランクは低い方から D。 C, B, A, S の5段階。敵を倒すと、レッドオーブを落とし、このアイテムを使って新たな技の獲得、ダンテの強化などを行う。この際、より高いランクを維持して戦っていたかによって、レッドオーブの出現量が変わる。ダンテの扱う武器も様々なものがあり、剣やカゴで、重火器などを駆使して戦う。左スティックとロックオンボタンの組み合わせにより、 様々な技を出すことが可能で攻撃方法によってスタイリッシュランクの上がり方も違う。なお、シリーズでは今作のみ一部例外を除き重火器で攻撃しても評価は一切上がらない。例外の一例グレネードガンまたはナイトメアベータを使用している敵が打ち上げ状態の時に攻撃を当てている。 デビルトリガーを使用している本作のアクション部分の大きな特徴の一つにデビルトリガーがあり、これはダンテの中に眠る悪魔の力を引き出し魔人に変身するシステムである。ダンテが敵に攻撃を与える、攻撃を受ける、特定のアイテムを使うなどの方法で DT ゲージを貯めることができ、3ゲージ以上貯まった状態で特定の近接武器を装備していれば使うことができる。 今作では、以後のシリーズ作品と比べて比較的、DT ゲージが溜まりやすい。普段は、アラストルとイフリートでのみ使用可能だが、ミッション22のムンドゥス1000に限り、スパーダでも、アラストルとイフリートを合わせた効果で使用できる。効果は、以下の通り。難易度は4つ用意されている。Easy Automatic ーーーを除くモードでは、クリア後2周目以降のスタート時に毎週のレッドオーブ。 技などを自動的に引き継ぐ。かつて、魔界の王が人間界に進行した際、一人の悪魔が正義に目覚めて魔界を裏切り人間たちのために戦った。魔剣士スパーダは剣の力を持ってマミカドを魔界に封じ込めた後、その最後まで人間界に残り世界の平和を見守った。魔界封印から約2000年、伝説の魔剣士は、 人間の女性との間に双子を設けていた。そして現代、母親と双子の兄を悪魔に殺されたダンテは、あだを探し出すために、悪魔退治専門の便利屋を営んでいた。ある満月の夜、ダンテの構える便利屋、デビル名くらいに、突如、謎の美女トリッシュが訪れる。話によると、2000年の時を経て、マテー・ムンデスが復活し、 再び人間界への進行を企てているらしい。ダンテは彼女に導かれるまま、悪魔が救う島、マレット島へと足を運ぶ。以下は条件を満たすと新規にゲームを開始する際、難易度とは別に選択できるモードである。通常のプレイキャラクターであるダンテとは、性能や格好が異なる状態でプレイできる。これらはあくまでニュー、ゲーム時に選べるモードであるため、 今まで進めてきたデータを引き継ぐことはできない。次回作のデビルメイクライニからは今まで進めてきたデータを使いつつコスチュームを任意に変更できるようになっている。なお本作では CG ムービーがないのでこの姿はイベントシーンすべてに反映される。ありがとうございます。